はい、えーお、ちょっとなんかノイズが入りますねちょっと一度切ろうよいしょオッケーはい、ええー、お待たせ。せ マイクが落ちてしまいました。やっぱりスタンドがいるねい。ね。動画をご覧になっている。はい。えー、ということで、あら、あら、あら、音声入ってるうん。 はいえー、それでは今日も、小田友翻訳ライブ、エルンスト・ブロッホーその場で訳す、えー、今日も始めてまいりましょう。えー、今日は早速、えー、画面の共有からしたいというふうに思います。画面の共有。えー、こっちだな。 えー、ずっとこのところ、えーね、第三節という番号は、ブロッホは振ってませんけども、無とは異なるないという話を、えー、で無っていうのとないっていう話、えー、をずっとしているところですね。で、前回、えー、非常にブロッホのいいところだと僕は思っているところ。 が出ました、ね、無とないは違うんだけれども、でもないっていう風なものが無っていう風なものにつながってしまうことがある。それをブロッホが憧れ、全ズフトからずふっ,っていうものが生まれてしまう。そういう、ねえー、こととして、えー、ブロッホが え述べている、えー、箇所を読むことができました。よいしょ、えー、どこかなあこの <laughs>。 もうね、えー、非常にまずいというか、えー、うまく書けませんでしたね、えー、そういう、えー、ところですではいえー、っとこの「焦がれた っていうふうなものが、憧れが、えー、ね、えー、この、焦がれに転じてしまうという、そういう話をブロッホーがここでしてますね。従って、今もう明らかになっているのは、無は持たないの第二のものではない、えー、なく、憧れの他の 憧れに反して作用する、えー、第二のものでもない、憧れとは違うものでもない、むしろそれは憧れそのもののうちにある食いつぶす、焦がれであって。ねえー、憧れから疎外され、不自由に果てしなく自分のうちに閉じ込められた焦がれであって、ねえー。これがあるのうちの無。 に存在論的なな根源を与えるることになるのだ無っていうのが、まあ、世界の最終的な、えー、破局というものにもつながっていきかねないもの、えー。この憧れっていうものはない。ね、何かがまだない。 とといいうことを、えー、感知しているそういうまあ私たちの情動ではあるわけですけどもその情動まあこの情動はですね、えー、単に人間のうちにあるものというよりも、えー、例えばですねブロッこに言わせると、えー、生物が誕生するということですね生命の起源というふうなものつまり、えー 物質そのものの運動でもあるんだっていうのが、まあ、ブロッホの、えー、考え方です。憧れ、ねえー。物質が憧れを持って、ね、そういう生物を生み出していく生き物を生み出していくそして人間さえ生み出していくというふうになりますと何かね、えー、非常に古めかしい、ねえー、それこそルネサンスあるいはルネサンス以前の自然哲学みたいなイメージ。 それを復活させているという面はブ道法の場合確かにあるんですけれども、えー、そうやって、えー、物質そのものがそうやってまだないものを生み出そうと、えー、しているこの辺はまあシェリングっぽいんですけどねすごくね、えー、そうして、えー、憧れを持っている善図布と思ってるけどもそれはまだないというものを ずっと視野に収めている、まだないものを視野に収めている、まあ、視野に収めているっていうのも、た、ま、と、あえー、えの言い方ですけれども、それを見失ってしまうと、単なるズフト焦がれっていうふうなものに転じてしまって、それが世界の最終状態を破局にもたらすような無にもつながりかねないんだ、という、そういう話を前回も、えー、しておきました。で、焦がれは借り立て、借り立てられながら、 いつも無理等しいものに向かっていき、ついには無を立てる、気を散らされ、外でよろめき、悪、えー、しく暴れ回り、と同時に仕えているものは、それ自身思考するもののうちで、実験される小が,がれ以外の何者でもない、えー。思考というものの中に、えー、この海。 えー、の中で、えー、こういうが金っていう風なものが、えー、アンシャウエンということで、直感という風にやっちゃうと、やっぱりちょっと認識論的に過ぎるかなというので、その、えー、それこそね、シェリングの軽自の哲学の翻訳を見ていたら、アンシャウエンを、 えー、実験というふうに訳して、確かにそうだよ、実際に見るっていうニュアンスがあるよねっていうふうに、まあ、直感も直接見るということですけども、えー、でそこにある種生々しい働き、えー、が、まあ、直感という言葉はね、やっぱりちょっと言葉がシャープすぎるんだと思うんですよね。だからなんかね えー、この認識論的な、えー、そういう手続きといいましょうか作用といいましょうかそういうもの、えー、ばかりになって、えー、このねいわゆる強雑物っていうんでしょうか、えー、要するに余分なものが入り混じってない感じがする、えー、でもアンシャンウェンっていうのはねもっと、えー、いろんな強雑物も 混ざっているもんじゃな,いかなブロッコの場合はね、えー、というふうに思いまして、ちょっとここは実験というふうに、実際に見るというふうに訳しておきました。そして、ね、この小では、自分とその道筋から転がり落ちた憧れ、弱さ、迷いであり、こうしたものから、すでに小では始まるのであって、これは、うん、これはっていうかな、ちょっとリズムがあるね。えー 始まるのであって、単なる苦悩であり。もう一度これはありに戻した方がリズムがいいね。単なる苦悩であり、力強い情等としての情熱ではない。これ、ライデンシャフトが単なるブローセスライデンというね、単なる苦悩であり、 決してこの力強い情動としての情熱、要するにね、物事を何か達成していく、その情熱っていうものではないのだ。ということですね。はい。えー、これが前回やったところです、えー。こうやってないから無っていうふうなもの、えー、が、まあ、結果的にね、 えー、そちらにつながってしまうという話をブロッコが前回したところで今日は段落の切れ目まで、えー、多分いけるというふうに思いますのでちょっと今日は頑張りたいというふうに思いますあ次もね、えー、前回できれば訳したかったんですけども今喋ったことです、えー、この憧れが憧れにまあねまあ堕落するというとちょっと えー、価値観が強すぎるかもしれないんですけども。はい。バイデ、ウンゲレーゲウテ、ビーゲツユテ、インテンツオン、思考ですね。まあ、これなんかもうね、えー、志ね、ね、えー、ということで、まあ、フッサールから取っている言葉だとは思うんですけども。バイデ、ウンゲレーゲウテ、ビーゲツユテ、インテンツオン、ジンテ、イムゼルベンゲビューテ、で、ページがまたがりまして。

手綱はこれで良かったかな。手綱はこっちか。両者を延長。両者。手綱を引かれていない思考も。思考はこちらの方ですね。フッサールの言う、えー、何かを目指していくという、その えー、向性というあれですその手綱を引かれていない思考もそして目標をね狙っているということですね月イ,インテンテこれがまあ要するに全図布というわけですねでそれに対して手綱を引かれていない思考っていうのが図布ということになるわけです。 両者手綱を引かれていない思考も目標を狙う思考もともに同じゲミュートまあとりあえず心情と訳しときましょうか同じ心情のうちゲミュートね えー、そういう、えー、まあ情動とかっていうふうなものの根っこですねゲミュートはやっぱり情動でだからし心情でいいかな、まあ、一応ちょっと辞書を改めて確認してみましょうよいしょ辞書辞書この辺はねなんかねやっぱり僕の日本語の貧しさ 日本語の語彙をやっぱりあまり知っていないということで、もうそういう心ねとかっていう風なものを表す、えー、別の言葉がないから、ちょっと今ね、えー、変なところひねっちゃいました。ちょっとごめんなさい。えー、お腹が痛い。お腹のの、ね、お肉が、筋肉が、ちょっとねじっちゃった。ゲミュール。 心情情緒心情の持ち主としての人間情緒情緒 よりりはやっぱり心情の方がいいだろうな、えー、情緒とかっていうと移り変わるものですね。で、心情というものも、まあ、移り変わるものではあるんですけども、もうちょっと、えー、なんかね、固定した。 えー、その人のそのそ人らしさにつながるようなものこれがゲミュートあの人は優しい人だよねとかねあの人厳しい人だよねとかっていうその優しいとか厳しいとかその人の個性を消すような、えー、それこそ情緒の根っこみたいなものそれがゲミュートだというふうにまあ僕は理解してるんですけど。 まあ、とりあえず同じ心情のうちにありとしときまして、次です、えー。これがまあ、あのー、非常にいいなというふうに思うんですけども、人間は、ね、自分自身の悪魔にも、ね、自分自身の神にも、 まあこれであるですけども、これは日本語としてはなるがいいだろうというふうに思います。えー、人間は自分自身のあくまでも自分自身の神にもなるという、えー、まあね、そういうことですね。えー、どちらにもなりうるんだということです。 まあこれがもうはブロッホの僕はいいところだというふうに。人間は自分自身の悪魔にも神にもなり、で、ゾーディ・ーベルト、世界もまた同様である。世界もまた自分自身の神にも、自分自身の悪魔にも、要するに世界が えーまあ、もし滅ぶことがあるとすれば、世界それ自身のうちに、えー、そういう悪魔を宿しているのであり、また、同時に、ね、世界が最終的に非常に良い状態になっていくとしても、えー、世界その自身のうちにその根があるんだ。だから世界もまた自分自身の悪魔にも、自分自身の神にもなるという。えーまあ えーまあ、ものすごいことを、えーね、パンと書いちゃってるという感じが、えー、するところです。はい。それでは、ここを。ね、一応、一応固定した訳は、こうやってボールドにしといて、もう一度、一応日本語を読んどきましょうか。両者 手綱を引かれていない思考も、目標を狙う思考も、ともに同じ心情のうちにあり心根の方がいいか。心情というと、やっぱり移り変わるものみたいな、心根とかっていうと、まあ、なんかあ。あんまり変わらない根っこっていう、心根にしときます。心根。 同じ心根のうちにあり、人間は自分自身の悪魔にも自分自身の神にもなり、世界もまた同様である。はい。一応僕なり満足がいく役ができました。次、えー、ページがまたがっちゃうので、もうこのまんまいきましょう。Nichts i e alles sind s u j e k t i v in their intention, objektiv in t h e r tendenz, implicit. この辺、ブロッフォーがね、ある種図式的だというふうに 言われる面ですが、えー、と同時に、やっぱり、あのー、話をどっちか片方にしてしまわないというところでもあります。要するに、世界の最終状態としての無、要するに世界が破局に終わる無も善も、 この善っていうのも、えー、これは世界の、まあ言うなれば、最終状態が最高の形で、要するに世界がその可能性を出し切るみたいな、無も善も共に、まあ共にっていうのは狂うかもしれないな、無も善も主観的には、あるいは主体的には、 主観的には思考のうち、まあ一応、インテンツオンっていうのはそういうことで、やっぱりフッサール的なね、えー、そういう人間が何かを目指していくという思考性、えー、それをやっぱり、えー、基本的には、この方も引き継いでいるということになりますね。主観的には思考のうちに、 そして、客観的には、ね、数勢これは数勢というふうに、テンデンツは、まあ、傾向と訳してもいいんですけども、えー、他の、えー、訳語との関係で、今日,今日というか、ここまでまだ出てきていない訳語との関係で、僕は数勢というふうに、ちょっと難しい字を、えー、使うことになるんですが、客観的には数勢のうちに、implicit。 まあこれは含まれているでいいと思うんだよな。うん。無も善も主観的には思考のうちに、客観的には数生のうちに含まれている。世界というのはそういうね、えー、ある種世界過程というものをとっている。常に流れているわけです。 で、流れの中で主観と客観というものを、まあ、とりあえず分けるとすると、えー、この世界の最終状態としての、まあ、世界の破局としての無ユートピアの成就としての善これも共にとに えー、主観的には思考のうちに、客観的には数世のうちに、もう含まれている、まあ、もう含まれているとかっていうと、えーね、昔からブロッホが批判される、ブロッホはね、そういうね、カント以前の、カントの批判哲学以前の、えー、独断的刑事上学というふうなものに先祖返しちゃってるんだというふうなね、まあ、そういう批判がよく下されるわけですけど。 まあそういうところ、まあね、この辺なんかそういうふうに批判されるようなところだと思いますけどえー、でも、えー、そういう主観だったら主観の中の話、これは人間は、人間自分自身を見ればわかる。でも世界っていうのはわかんないじゃん。客観的にはなれないじゃんとかっていうふうに、まあ、プロフォはそこを断念するとかっていうのを、まあ、嫌うわけですね。 やっぱり世界そのものがどっかに向かっていく、そういう、えー、テンデンツ、数勢というものがあるんだ。その数勢の中に、ね、先ほど言いましたように、世界そのものが、ねえー、最終的には破滅に陥る、ね、破局に陥る、あるいは非常に良いユートピアを実現する。 えー、それは世界そのもののうちにもその、えー、なんだ。数、えー、世の中にもう含まれているんだ。どっちに行くか分かんないけど。ということですね。まあ、これなんか何の根拠もないじゃないかと言わればそうなんですけど、えーまあブロッホはそんなふうに、えー、世界 世界が過程を取る理由、世界が、えー、プロセスを取る理由をそう説明しているわけです。で、次に行きましょう。ここからが、まあ、これは。ひょ。ひょ。De ontologie des nichts braucht keinen eigenen u n g u n d u n g u n d が、まあ、それこそ、ヤーコブ・ベーメン。 なんかが、えー、言ってるような無定ですね、えー。要するに根底、根拠。根拠っていうふうなもののそこには、さらにその底が、まあ、あってというか、なくてというか、うんぐるんと、深淵、無定底なしがあるんだということですね。で、無の存在の。 存在論本当に無の存在論は、ねえー、固有のまあこれは関係代名詞をかけて訳した方がいいかな固有の無定には、ね、固有の無定は必要ない ブラウフン。こういうのになってた。固有の。固有の無定は必要ないというふうにね、えー、言っております。この、その固有の無定からはということです。これは関係代名詞をかけた方が、えー、この、そこから、 ニューゲントゥーヘアこれはねフォンデムアウスそこからフォ、えー、ンデム、えー、アウスデムンンフォンニューゲントゥーヘアそこからねでニューゲントゥーヘアっていうことで、えー、これは、えー、まあどこからからもないっていうこと ということなんですけども、ニルゲンツ・ボーヘア、一応引いておこうか。これは二重否定になっちゃうといえばそうなんですけども、えー、心理的に二重否定というよりは、まあ、ブロッホがやっぱりその場その場で、えー もう文の流れの中で書いているということで、えー、この場合はもう二重否定だから肯定になるんじゃなくて、否定のままで訳さないと意味が通らないというふうに思います。見る限度でこの場合は必要ないというふうに言ってるわけですからね。必要ない。で、どこからも来ないという、どこから来ない、どこからも来ない。 えー、というふうなことをまた否定しまったらどっかだか来るっていうことになっちゃうので二重否定にしてしまったらひっくり返っちゃうのでこれはそれぞれの否定がそのまんま、えー、生きているという例になるだろうというふうに思います。これなんか、えー、文法的にはあったんですけども二重否定が内容上、えー、二重否定にならないっていう文法的にね、えー、そういう。 これ哲学書でも時々出てくるんですね。えー、ず大学院生時代にそれ実際にカントだったと思うんですけど、カントを読んでいて、えー、当たったことを覚えています。ちょっともうどこら辺だったかも覚えてないんですが。よし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 。ニルゲントだっォーヘニルゲントゥ・ォーヘア。 ニルゲンツだな、これね、多分ね。ニルゲンツボ、どこでもないねどこでもないな、ね、いしない。えニルゲンツボヒン。あ、ニルゲンとでもいいんだな。えー、どっちでもいいようです。多分これ、ニルゲンと、えー、というふうになっていたんでしょう。ちょっと原文をとっさに、どっさに、とっさに、どっさに。まあ えー、ニルゲンツもニルゲンとも両方あるそうなんで、いいことにしましょう。えー、そこから、そこから、どこからか、ニルゲンス・ボー・ヘアということで、二重否定になっちゃうんですけど、そこから、えー、どこからか、これも言葉がダブっちゃってる。そこから、 えー、どこかしらか、どこからかで、えー、それこそ D、シュバルツェ・トー・デス・カルテということで、トー・デス・カルテっていうのは、えー、辞書には出てきませんでした。でいくつか調べてみました。ね、でシュバルツェ・トー・デス・カルテ、カルテっていうのはカードのことです。で えー、カードなんですけども、例えば、はがきがカルテなんですね。だから、どですカルテとかっていうのは、これは死亡通知、あれなんて言いましたっけ。誰かが亡くなりましたよというお知らせをする、それこそね、えー、僕の えー、世代1962年生まれの世代とかっていうのは、うん、千秋直美という人、歌手の人ですね。えー、ということで、千秋直美という歌手の人の「喝采」という歌がありましたそれがレコード大賞を、えー、取った。で、千秋直美っていうのが、その前はちょっとなんかヒット曲、何を出したか覚えてないんですけども、そこそこヒット 曲を、えー、立て続けに出していた。あ、歌はものすごく上手い人だと僕は思います。えー、千秋ナオミはあの全部開かなんでね。あ、千秋ナ美ミ、えー。とととととと。ここでね、千秋ナオミの喝采とか聞いたわね、えー。それこそ YouTube にアップするときに。 えー、著作権侵害とかっていうので、えー、蹴られちゃうかもしれませんから、まあ、僕が歌,う歌,う歌わなくていいとかっていう。ちあきらの「かっさ歌詞の人なんですよね。<laughs> いつものように幕がき、恋の歌歌う,う私に。 届いた知らせは黒い縁取りがありました。というふうにね、えー、別れた恋人が亡くなったっていう、えー、届いた知らせは黒い縁取り。これじゃないかなと。 辞書で、ね、これ確認が取れなかったんですけども。シュファルツェ、D ・シュファルツェ・トーデス・カルテ。そこから、どこからか、ねえー、そういう、それこそ日本も最近見なくなったけど、そういう黒い縁取りのそういう、あれなんて言います死亡通知はがき死亡の。 どこからか、ね、そこからどこからか、黒い縁取りの、黒いっていう縛ツ癖っていうのがそうですね。まあ、この場合、黒い縁取りの、多分、そういう黒い縁取りの脂肪はがき脂肪はがきとかっていうのはね。 届くようなそこからどこからか、えー、黒い縁の人への死亡,届死亡はがきが届くようなそういう固有の無定は必要ないこれでいいんだろうというふうに、えー、思いますで これは神話論的な神話的だでいいか、ミトローギシ、神話的な二元論である。神話的。ということですね。黒い縁取りの死亡はがき。ちょっと ちょっとせっかくですから、えー、そういう死亡通知はがき、死亡はがき、死亡のお知らせはがき、ちょっとせっかくですから、ちょっと検索してみましょうか。死亡の。 死亡通知するはがき死亡通知死亡報告はがき分集死亡通知のはがきやっぱり死亡通知のはがきという 言い方しかないようですね。まあ、あの手紙になっている場合もある。死亡通知はがきという言い方が一応あるようです。やっぱりじゃあ死亡通知はがきにしておきましょう。はい。えー、死亡はがきじゃあちょっとやっぱりね。 死亡通知はがきが届くような、えー、これはそれなりに生きていると、えー、あ、亡くなったんだとかっていう風なね、まあ、えー、僕もこの年になってくると、だいぶ直接来たことはあんまりないですけどもね、そういう死亡通知はがきが届くような、そんな固有の無定は必要ない。これは神話的な二元論である。 えー、という無には無の存在論があるという、で、まあ、あるにはあるの、えー、存在論があるというふうなね、そういう、えー、ブロッホは、えー、二元論を拒否するんですね、えー、ということで。 Hey, de. Dieser mag zwar besser als die sogenannte Seinstrunkenheit im Bauch und Bogen, die den Teil des Nichts fast ganz aus ihrem Weltbegriff verloren hat, wonach es dann in allen panologischen Weltwürden nicht nur keinen Platz für Übel gibt, ゾンでもんかいねんレッテンフィアツァイトガールフィアウトピーここで一旦切ろうかこうしときましょうはいでこの二弦の ねえー、存在には存在の根拠があり、無には無の根拠があるっていうという存在と無の二元論ですね。えー、そういうことはブ法フは、えー、考えない、えー。それは違うというふうに言うわけですけども、えー、この二元論は確かになるほどぐらいでしょうか。なるるほど、うん、いわゆる あバウシュン・ポーゲンというのは決まりきった言い方があった。えー、っとね、えー、いわゆる存在の命で存在に酔いしれること。これはやっぱりハイデガーとかを念頭に置いている、あれはハイデガーその人でなくても、ハイデガー派の人たちを念頭に置いている、や、え、ゆ、ー、毒舌だと思いますね。 バウシュントボーゲン何だったっけ忘れちゃったよ、えー。これはインバウシュントボーゲンで、えー、決まりきった言い回しです。インバウシュントボーゲン。バウシュ。インバウシュントボーゲン。お くるべてひとまとめで一括してっていうね存在というものを、まうん、いうものに丸ごと酔いしれるいわゆるっていうかね、まあ、これは毒舌なんでねむしろもう話題のように訳した方がいいんですけどね 笑えるように訳そうと思って難しいな。おいつのまでか。はいはいはい。いえ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 ようこそいらしていただきました。さっきはね、千秋ラ,ラオミの喝采をちょっと歌ったんですよ。いつものように幕がき。恋の歌歌う私に。 届いた知らせは黒い縁取りがありましたというふうな歌、ね、が、えー、1970すいませんね、えー、わざわざ、えー、聞かせるほどの、えー、ありがとうございます、えー、わざわざ聞かせるほどのものではないんですけども、えー た、ねえー、とえ、どなたもいらしてなくても歌っている、まあ、いらしてくださったら、えー、改めて、えー、もう一度歌うという、えー、ということで、えー、そういう死亡通知はがきという,う、えー、それのことであろうと、辞書で確認が取れなかったんですけど、多分そうだろうというふうに思います。で、この二言論、ねえー、これは存在は存在。 む、えー、はむみたいなように。えー、この二元論は、なるほど、いわゆる、えー、存在の命定、ね。存在を丸ごとひっくるめて命定する。なるほど、いわゆる。と、ひっくるめて 丸ごとひっくるめて存在に酔いしれるか酔いしれる。酔いしれる。まあね、これは、えー、言葉としてはきつすぎるかもしれませんけど。まあ ブロフのキャラを考えると、これくらいぐらいでいいんじゃないかな。イン・バウシュン・とボーゲンがそういうふうに丸ごと一切合切ひとまとめにしてということですね、えー。丸ごとひっくるめで存在に用いしれる、えー、ね、まあ、あの、名手。でよりはバシだと。 というわけで、ディーザマークズ・ワーウェサアスディー・ソー・ゲンテ・セインストゥンケンハイト・ディーオネ・ンストゥンケンハイト・イン・バウシュン・ボーゲン・ディーノモ・トゥーノモットゥーノ・ナイデスケルモ・ディー・デン・イル・デス・ニッツ・ファスト・ガンス・アウシー・デン・ベルト・ベリフ・フェローレン・ハッド・コレワ・カナリー・ブロコモノ・ドクゼのランなんですけどもドゥ やっぱりブロフォーは現代の哲学者だなというふうに思うところです。で、えー、でこの名帝はね,ね、無の部分を。 ほとんどすっかり、ねえー、失っているんですね。その世界概念から。この名定は、物の部分を、ねえー、この存在名定 <laughs> 存在名定とやっちゃいましょう。 この存在ィアは無の部分を、えー、その世界概念からほとんどすっかり、えー、失ってしまっており、えー、こうしてねボナッエスこうしてあらゆる パンローギシェ・ウルトゥーデルン・ニッドュア・カイネン・プラツフィア・ユーベル・ギプということですね。えー、こうして、あらゆる、ね、えー、まあ、あらゆるじゃない。これ一切の方がいいかな。一切の、えー、反論主義。 世界像ちょっともう実話がすげえ重いですけども、えー、の中で、の中に、ねえー、災いの場がないのみながらず。 災い、災いはこっちがいいか。ユーベル、災いの場がないのみならず、それでは済まない。やっぱりここで時間が出てくるので、えー、災いのための場か。 時間のための正しい場もないしまして、ね、ユートピアためのがあるっていうかね。えー、場所も場所はない。場所じゃない場所はない。 やっぱりこれはハイデガー悲願であろうというふうに思います。ハイデガーという人ですね、まあ要するに、ハイデガーの言い方だったら西洋、刑事上学ですか。 この西洋刑事上学存在忘却に由来する、えー、西洋刑事上学とかっていうものを批判するわけです。で、要するに、そんうん、現在のその当時の、まあ、ハイデガーにとって見,も見ても、やっぱり、えー、世界の在り方には問題があるわけですね。 その世界の中でいろんな歪みが生じているその歪みは存在忘却によってもたらされたんだっていうのがハイデガーの考え方なんでしょうかね存在忘却しちゃったからこんなに世界おかしくなってるんですよっていう思い出しましょうみたいなその辺ねよく分かんないハイデガー読んでて そうやって、あのー、ね、なんで、この、今ある世界が、ダメなんですかっていう <laughs>、ダメなんですかっていう、あの、要するに、ダメだと思うっていうのは、あハイデガーも、僕もダメだと思ってるわけですけど、ね、その、なんでダメになったっていうふうに、ハイデガーそう思ってるんですか、存在忘却したからですか、みたいな、えー、ところですね。で、そうか、うん、あのー、 世界像とかっていう言い方もハイデガーが、えー、してましたよね。ちょっと忘れましたけど、えー、世界像の時代とかっていう本も、本か講演か忘れましたが、えー、それも書いてますから、これはもう完全にハイデガーに対する当てこすいだというふうに思います。ちょっとまあ,あ、問題提起というほどじゃないですけども、 ハイダガーへのやゆだと思いますね。で、えー、ハイデガーという人をね、えー、現代文明の行き詰まり。 そうですねわざわざ時間にまで言及しているという点でもエルティさんがね存在だけではなくわざわざ時間まで言っている世界像も言っているまあまず間違いなくハイデガーへの揶揄だというふうに思います現代文明の行き詰まりはね 存在忘却して行き詰まるんでしょうかじゃあ思い出したらこの辺ね、なんかね、ちょっとよくわかんない、あのーまあ、それこそ、どき力隆夫さんでしたっけきき 高尾さんの「ハイデガーの調整時という本を、ねえー、それこそネオ高等郵便さんが、まあ、褒めてと言いながら、まあ、批判もされていたんですけど、えー、まあとにかく、えー、ハイデガーの政治姿勢というふうなものを哲学的に説明しているという点では一貫した本だということを、えー、ネオ高等郵便さんも、えー、言っておられたんで、で値段もそんなに高くないので。 えー、1800円プラスの税で2000円切るというところなんで、で、それで400ページ近い厚さがあるとかっていうので、えちょうど昨日、昨日日曜日だ、昨日買ってきたんですよ。まあ、全部は読んでないとか、パラパラパラとめくってみたんですけど、んどうもなんか期待薄だなと、期待薄だなと。 ね、これが、ね、もし5000円以上するような本だったら、ちょっと、ちょっと腹立つ,つかな、みたいな。1800円だからいいや、みたいなように。えー、ちょっと、ちょっと、ちょっと、これはどうかなというふうに、まあ僕は思ってしまった本なんですけど。ね。 えで要するに、まあ、ね存在忘却という、まあ,ある種、ハイデカーはハイデカーで政治を目指してたんだって、だからナチにもコミットしたし、えー、ナチに失望してからは、えー、ナチを厳しく批判するようになったんだという、まあ、お話ではあるんだが。えーという そういう存在傍客、えー、というものから現代文明の行き詰まりっていうものを、まあ、説明してるよう、まあ、例えば技術論なんかはねちょっとしてるっぽいところはありますね。技術論は割と説明しているところがあると思いますけど。はい、じゃあ、それどうやったらあの、ね、技術による。 私たちの現在の行き詰まりとかっていうふうなものをどうやったら打開できるかっていうことになると、ちょっとね、なんか全然わかんないな、みたいなようになっちゃう、えー、わけですね。ねまあそういう点で言うと、えー、存在を思い出したら、えー、それでいいのそれでうまくいくのとかっていうとうん、そうは思えないけどね、というふうに、まあ僕も思ってしまう。と同時に、 そもそも存在というものですね。これはあのー、さっき言った、ある存在と、ねえー、無というものの二元論。これ、ね、光と闇とのマニキュア的な。 二元論だとかっていうのがもう次にすぐ出てくるんですけど、えー、そういう二元論っていうものはまあッ法は取らないんですけどもそれでもねその二元論は入れないよりはマシかもしれないとかっていうふうに言ってる、えー、わけなんですね丸ごと引っかめて引くるめて存在に応じているということですでまあ これはね、まあ僕、結局、存在と時間一通り全部読んでるんですけど、一応ドイツ語で。まあ、相場相場では面白く読めるんですけどね、結局だ、何だったんだろうとかっていう、存在と時間性ですよね。テンポラリテートとかっていう、あれですね。やっぱりもう一つよくわかんなくて、まあ僕が、まあ単にわかってないだけだと思うんですけど、えー、存在というふうなもの、 から、うん、存在と時間というものが結局どう関係しているの というのはなんかよくわからないで。その時間というふうなものが特にそのいわゆる私たちが日常的に経験する、えー、現象学的な記述としては割とうまくいってると思うんですよ。確かに。あのハイデガーの「存在と時間」の議論とかっていうのね。だけどそれがそのいわゆる歴史性を帯びて、 えー、私たちの社会の全体の中の時間というか歴史というふうなところになっていくとうやっぱりうまく説明がいかないから民族とかっていうことを言い出しちゃうんじゃないのかなというふうにやっぱり僕は思ってしまう。まあ、ね、現存在の。 現象学的技術としてはまあ面白い。ね、えー、歴史飛躍があるんじゃないか。というのがまあ まあ僕の特に、えー、存在と時間を読んだ時の、えー、すっきりしなかった点だったわけです。まあ今読んだらもう少しわかるのかもしれないんですけどまあ随分前10、10年どころじゃない、20年近く前か、一通り読んだのは。そうですね、20年近く前ですね。えー、その時に読みました。えー、もっと前か。 えー、30代で読んでる気がするので、えー、今だったらもう少し分かるかもしれないわけですけどね。まあ、とにかくそういうことで、えー、こういう存在というところから、えー、歴史とかっていうふうなものを、まあ、導き出すと言いましょうか、説明するというのは基本的に難しいことだというふうに思うんですよね。存在ととかっっていうふうなものででやっぱりである 何々であるっていうことで、それが時間性を取るっていう、過程を取るっていう理由がよくわからない、えー。まあ、ブロフォはそこは自信を持ってるわけですね。えー、自分こそがそういう、まあね、えー、歴史の、ね、実相みたいなようなものを捉える哲学を提起してるんだっていう、ブロフォはそこは自信を持ってるんだろうなという。うん。そういうことです。 死を忘れて日常に退落するっていうふうなことを、ね、それで死に向かって、ね、先駆的に決意しなきゃいけないとかっていう、まあ、この話は分かるわけです。分、まあ、かるというか、まあ、なるほどねっていうふうになるわけですけど、そこから現実の歴史とか現実の政治とかっていうところとどうつながっていくのかというふうになると、えー、まあ,あの、それこそアドルノなんかはもう、 ねえー、そういうね、えー、戦争に行くんだみたいなように <laughs> 結局そうなんだよお前らはみたいなようにあるの,のはあの、まあ、そのいわゆるジャルコンデアイゲンという機会とで言うわけですね結局、えー、戦争に動員される、えーね、そういう小市民たちの、ね、そういうイデオロギーでしかない っていうまあそういうふうに言うとあるのは、えー、ちょっと今のラブだまとめ方でちょ,っとちょっと気に入らないんだけどとかっていうふうに反応されそうですけどもそういう死を忘れて日常に退落するいやそれはいかん、ね、死,へと向かっ死へと戦駆的に決意しなきゃいけないそれは結局戦争に動員されていって死へと戦駆的に決意するっていうことに つながっちゃうんじゃないのっていう風なね。ということは結局、えー、歴史性とかっていう風なものあ、というものは結局、まあいわゆる権力者の手に握られっぱなしで、私たちにはどうすることもできない運命、ハイデカだったら命運ですかあれもよく分かったようで分かんないんですけど。 そういうものに巻き込まれるしかない、それが私たちと歴史との関わりだっていうことになっちゃうんじゃないかね、というふうなね。まあそういうことをハイかガーに関してはまあ感じるわけですね。ブロッコは、えー、その今も言いましたが。 世界を取る、過程を取るということに、まあ、全哲学を集中させるという。だから、その辺に自信を持っていることは間違いないというふうに思います。はい ということで、うん、もうあと30分。なんとかいけそうだ。ね、ちょっとこれも一文にまだなってないんですけども。でも、あれ、すむす、だん、だるけしてる、ヴェラン、アウス、ザイ、エス、ヴィ、ゲルンゲン。うん、まあ、これはもう、ブロックからすると、まあ、それこそ、あげ足取りだというふうにね、ハイレガーの専門的研究者の人は思われるんだと思うんですけども、まあ、要するに、ハイレガーの えー、枠内だと揚げ足取りに見えちゃうんだと思うんですよね。というのもその場合は全てはその場合。アです。ダンですね。この、えー、存在、えーテという。 es w ザイエス・ビー・ゲルンゲン、ね、まるでうまくいったかのようにエス・イスト・ゲルンゲンというのが成功するっていう言い方なんですね これはねえー、まるでねえー、アウスザイエス・ビー・ゲルンゲン。すべてはその場合、成功したかのように。樹述されるんだ。ざるを得ない。 からででる如実せざるを得ないでいいねだからあのー、ねえその存在とかっていうふうなものを中心に考えてそして存在とかっていうふうなもの存在はもうあるわけですからかある。 に対しててブロックはないっていっうことを強調するあるっていう以上はもううまくいってるっていうことで結局なるんじゃねっていう、えー。存在に根拠を置くっていうことは要するにハイデガーは忘却してるとかっていうふうに言うけどあるっていうことすでにあるっていうわけだからそしたらもう一切は全てはその場合成功したかのようにずつせざるを得ないからだ。 というえー、だからユートピアがこれから生まれるとかねあるいは逆にこれから、ね、ユートピアの成就はなく結果的に、ね、世界は破局を迎えてしまうどっちの可能性も、えー、この、えー、存在命定の哲学にはないというのがプロフの批判ですね。 あるを基調にしてこれはハイデガー研究者の人にとっては「アゲアシトリに聞こえるとは思うんですがよいしょ。 あるを基調にして、ねえー、哲学を考えると、ねえー、結局今ある世界 これでいいんだ、これでいいのだ、というふうにね。これでいいのだ、これでいいのだ、というね。バンバンボコボンバカボンボンみたいなね。えー、そういうことに結局なっちゃうわね、という。あ そうですね、ボルテールがね、カンディードの、えー、まあ、あのー、ブロッホはボルテールをすごく、あ、まあ、これ、前もエルティさんも、えー、そこへ、あのー、リツイートしてくださったような記憶がありますけれども、えー、ブロッホはボルテールの、えー、このカンディードを、えー、よく読んでいるし、 かなり共感してるというふうに思うんですね、僕はね。えー、という、まあ、その辺は前ちょっと書いたことがあります。えー、あるを基調にして哲学を考える。えー、と結局、今ある世界、ね、を肯定せざるを得ないんじゃないか。これでいいのだ。というふうに。えー パングロス先生、せっかくですから。うん、パングロスは、もう先生はなんか。 もちろん、ライプニッツ、えー、がモデルというふうに言われている。えー、というね、その人のことのようになるんじゃないかっていう。まあ、あのー、文自身はね、ライプニッツはものすごく勝ってるんですけども、ね。はい、えー。という。

はい。はい、ね。あの、カンディード、えー、という本ですね。ボルテールという人ですね。えー、とてもやっぱり、えー、重要な思想家だというふうに僕も思いますし、また、ボルテールその人の本が面白いですよね。やっぱりね。あのうん、あのいわゆる哲学体系、哲学のいわゆる何て言うんでしょうかね。 えー、議論の中身といいましょうかね、例えば精緻な認識論、ね、雄大な存在論みたいなようなことをボルテールという人は特にやってるわけではない、えー、わけですけども、やっぱり世界というふうなものと私たちがどう関わるのかというふうなことに関しては、やっぱりそれこそ政治的なことも含め、えー、非常にあの厳しいところをしっかりと見て、 いるという、そういう重要な思想家だというふうに思います。はい。えー、ということで、もう少し行きましょう。おうここまで。にもかかわらずという。このにもかかわらずはどういうふうに、な意みのにもかかわらずかというふうに言うと、ね。 えー、そういうこれはちょっとカッコしておきなって存在明定にはこんな問題はあるけれどもひどいんだけど 存在名定にはこんな問題があってひどいんだけど、それにもかかわらず、じゃあね、逃げ論のがいいかっていうふうに言うと、いや、逃げ論のは逃げ論のでよくないんだ。ね、善悪逃げ論とかっていうのはよくねえんだっていうね。それにもかかわらず、D、フィンステルニス。これが闇ですね。闇は、ね、えー、なんら オリジナー、オリジナー、オリジネーレン、うん、独自の世界原理ではない、ねえー、世界原理で、ねえ、ねえー、ねンねえ、ねえ、ねえ、そうか、そうか、そうか。 やっぱりこれはできるだけ前から訳したいと思ったけど、これは後ろから、ね、行きましょう。それにもかかわらず闇は、ねえー、二元論的にウアシプルング、根源というふうに、まあえー、訳しておきます。ウアシプルング、根源と並ぶ。 何ら独自の世界原理ではない。ああ、ここに。アウフ。マニヘイシェ、シェリングシェアルト。これはもうしょうがないね。前から前にかけて訳しかないね。マニ教的。ま シェリング式の二元論で根源と愛並ぶというふうに愛を入れとくとちょっと、えー、根源とねマニキュア式シェリング式の二元論で、えー 本源と愛ならぶ、何ら独自の世界原理ではない。よいしょ。まだ十二分。あ,あ、今日は、多分いけるな。歌なんか歌ったて、してたけども。でも、いけそうだな。よし。 おっといけるか、えー、ということで、えー、次のとこ行きましょう、うんえー。ページをめくりまして、アップグルンドゥ e ルク、グルン em ン、イ dem ディ e デリウムという。だし、イムメッシ n ン、シヒ、インデヴェアデン、イムグルンドゥフ e ンアレム、トライプト、d ン、ウン、ウン、シート。 もう訳し方が一工夫いるところだ。深淵、そういう、まあ、えー、闇ですねで。山っていうのはそういう上の方ですね。深淵がもう、えー、深みですね。えー、深淵も。 山も、ねえー。これは、ねえー、デジ・デリウムっていうのは僕も知らなかったんですが、ラテン語でいうところの憧れなんですね。えー、に根拠がある。リュンデ 音響がありその憧れは、ね、まあ先ほども言いましたが先ほどというかエルティさんがお題るときに言ったかどうか、えー、憧れっていうのはどうしても人間の情動というふうに人間の中にあるっていうふうに思いがち 思いがちというか普通そうなわけですけどもブロッホは憧れとかっていうふうなものがやっぱり世界そのものの中にあるっていうふうに、まあ、とんでもないことを考えているところがあるわけなんですね。でただその世界そのものの憧れっていうふうなものを、えー、インネベアレントということで気づくということね。えー、それは人間がやることなんだ。 その憧れは人間のうちで気づかれながら。インネ・ベアデンていうのは気づかれる。あ、世界はこういう方向に向かっているんじゃないか。気づかれつつ。気づく。気づかれつつ。えー 人間のうちで気づかれながらね、えー、あらゆるものの根底でトライベントライベンこれは何て訳したっけうごめきそしてついえんこれがねあのー 風が吹いたり、隙間風がピューとかっていう風に吹いたりするのをエスチート、エスートという風に言ったりするんですよね。だからこうやってうごめいて、ピューとかっていう風に、えー、まあ吹いている。<laughs> ああ、吹いている風が吹くようにね。 うごめき吹いていてる憧れが吹いているとかっていうとね、日本語としておかしいよね。こういう隙間風がピューと吹くみたいで吹いている。憧れがね。ねあらゆるもの根底でうごめき吹いている。吹いている。ちょっとなんか、ああ、十六分、16分。ちょっと吹いているはもうちょっと考えます。 とりあえず最後までこの段落の終わりまで行きたい言うまでもなく深淵が、ねえー、いわゆる破局です山が、まあ、いわゆるユートピアですあこのデジディールデ,デジディール点っていうのはイタリックになってたね

最後の一文が、これがちょっとよくわかんないんですけど、最後の一文が、これが何かわかんないです。 ちょっといかんな。ベグリュンデンは文法的におかしいぞ。えー、251ページ。3ページ。ツーベグリュンデン、やっぱりツーがないとおかしいよ。 ああ、どこ行った2どこ行ったどこ行った変なところに2が入ったよ。Z が。まあ、見つけましょう、そのうち。2ああ。はい。であるということで、このように、 まあ、あるぞ。でウトアウトをこれ全部,一,部一語一語訳した方がいいのかどうなのか。このように、で、僕はいいんじゃないかと思うんですね。このように、であうとあるぞ。で、これでこのようにというひとまとがり、えー。この、デジディール点っていうのが、もう決定的な、最終的な、 最終的な欠落。ないし。決定的なでもいいんですけど、これは要するに世界の,その最後の最後は結局こうなるよっていう意味のをデズディールというふうにえ考えました。最終的な欠落ないし、無。要するに世界は無で終わる。 の、ね、根拠づけその、ね、無っていうのはそのアウスブリュクヘンの紛失並びにそれが行うツェルシェルンゲンっていうねそれがええー 人間がせっかく築いてきたものを粉々にしてしまう、粉砕してしまう。これがツェルシェルンゲンということです。えー、これはそれが行うっていうふうに訳さないと、えー、日本語としてはその粉砕とかっていうと、むしろ、ね、無を粉砕しちゃう感じがする。無が行う、ね、その紛失。 並びにそれが行われる、行,われる行う、粉砕も合わせ。ミッと、これも一緒に合わせ。えこのように、えー、最終的な欠落ないし、無の根拠づけは。ねえー このマンゲル、欠落これは動詞になってますけど、ここはそこの動詞と名詞の違い、欠落することですけども、ここはそこまで訳さなくていいんじゃないかなという、これはニヒト・ハーベンと並べたいので、欠落、いや、それから持たない。 ないのねね、これが、えー、アウフケシロス船、これは開示される、アウフ主流船、この閉じられているボ、えード、ね、シュリ流っというのが閉じられているんですね。それを開くんですね。えー、だから、うん、開示、開帳で、まあ、ベデン県ですから、これは、えー、疑念ですよね。ベデン県ベデン県、うん、疑念、疑念でいいか ちょっとおで電源うん考慮に入れる。 シアン、疑念、意義ベデンケンは普通複数形で、それこそね、ね、えー、疑念、意義っていう意味になるんだ。ここは単数形だな。これは、ベデンケンはシアンの。 持たないを思案することにねええー、うんらいばるってか、ぜにひうんらばる。これは二重否定ですね。<laughs> これが。 うん、ンライヒバールってのことで、やっぱり届くんですよね、えー。で、届かないわけではないので、ね、このように最終的な傑作ないし、えー、無、ね、その紛失並び、それが行う返済も合わせの、えー、根拠付けは、 欠落や、えー、持たないを志願することに、うんイいヒバっていうのがちょっと僕もね、ニュアンスがよくわかんないのですが、届かないわけじゃない。要するに届く。うんらいオンう,う,うんらいひん。うんイヒバーはこっちには出てないか。 ライヒバーガー出てる。届く。う二十五分、なんとかギリギリ消そう。ライヒ。あ。ライヒアン、ライヒ。 あ足りるっていうのもあるのか、うん、足りないわけではない。うん、ライファー。 Z がなんだずふとはああこうちょっと俺、ね、ニュアンス分かってないなニュアンス分かってないまま突入しちゃってるな、えーまあ、とりあえずウんライヒバーを先に片付けよう いけると思ったのに微妙に歌歌ってるからだよほんとにねうんライいし やっぱり。時間が迫ってくると。あ、オンライバー。あ、オンライバーはこっちもないね。ライフバー。じゃあ、ずいがなんだ。で、あ、つえで、ずふと。ずふと、ずふとは男性名詞。いや、女性名詞だよね。女性名詞だ。 食い尽くす焦がれに増米にうんああこれはもっと先に根拠づけなきゃいけない最後は意味が分かった最後が分かんなかったよ、ね、これはさらに 根拠づけなければならない。根拠づけなければならない。ファス・バイター・ツー・ベグリュン・ン・イスト。ことだ。というふうに来て、残り2分。えー、あここちょっと、えー、ちゃんと頭が働いてないな。 ね、これが、えー、この随が、随が、ベクルンドンク、根拠付け。その根拠付けは、出す先にあることです。その根拠付けが、ねえー、食い尽くす。 み尽くす、えー、焦がれに人間的世界的に内在するわけじゃないっていうことになるはずなんですよね。 で、そうするとね、ゾーベーニウンライヒバールっていうのが、やっぱりちょっと、えー、僕の中ではまだ整理がついてませんでしたね。ここは保留とします。えー、段落の最後までいけると思うここで段落の終わりなんですけど。ああ、ちょっとここは考え方、もう一つちゃんと考えとかなきゃいけなかった。ということで、ここは保留します。 筋が通るように訳すにはどうすればいいのか。ということでちょっと変な感じで、えー、まあ歌を歌ってなくてもこれ僕自身の中でやっぱり完全に読め切ってなかったねここはね。 ということで、エルティさん、ね、いらしていただいたんですけども、えー、ちょっと僕自身のところで、えー、まだ、えー、しっかりここは読み込めていなかったということが実際に訳してみて、なんとなく分かってたような気がしたんですけども、よく考えるとやっぱりちょっと分かってなかったですね。まあ、こういうことも。 ほだとも翻訳ライブで、あ、ここダメですとかっていう風になったのは、まあ一応、時間の関係も含めて、えー、今回がまあ初めてですけど、あとから間違いを見つけたみたいなこともあったりしますから、まあね、いつも完璧に訳してるわけではない。ちょっと今日は、ライブのところで、ここ詰まっちゃいましたという、まあ、そういう点で言うと、集態を見せてしまいましたが、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。 お付き合いいただきましてありがとうございました。今日はこれで終わります。あ,ありがとうございます。はい。それでは失礼します。おやすみなさい。